ドリエレイナー。なんか今日エコー深くない？なんかびっくりしちゃった。私こんな声なんだって思って衝撃を受けて。皆さんこんにちは、上田レイナです。始まりました、アトリエレイナ。この番組は私上田レイナが芸術を学び描き、皆さんと一緒に共有していくアトリエ型番組です。第34回目。あ、そうなんですよ、動物の柄の服、アフリカ感を出してみました。そうですね、アフリカ感といえば、まあ、動物園とも言いますよね。エビフライ、何エビフライって言ってる人がいるね。音小さいって。音が小さいの？エビフライなの？どっちなの？どっちでもないか。髪の毛もね、そうなんですよ、ちょっとおさげな感じにして、こう服も髪型もポップな感じにまとまりましたけれども、そうなんです、前回までは夏の衣装ということで、まあ、ひまわりがちょっとねあったりとかした服だったんですが、まあ今日からはちょっと秋の感じに衣替えしようかなと思って、まあタンスの中を探して、でもなかなかその今までお花で攻めてきたんですけど、秋のお花が描かれてるやつ見つからなくって、で私に個人的にはやっぱアトリエレイナとして白い何スケッチブックの上に何か絵が描かれてるよ感のある服をテーマにしてやってきたっていうのもあったので、やっぱこう白地に絵が描いてあるのがいいんだよなーなんて思ってたらこれしかなくてまあでも茶色だし秋っぽい色だし最近流行ってるしね茶色ねと思って、褒めたを探せ。褒めたいるかな、あっちの方にいるかもしれないね、ちょっとこう棚の隙間とかにいるかもしれないけど、ここにはね、まあ、ライオンさんだったりキリンさんだったりいろんな動物、ご動物がおりますよ。はい、そんな感じでこんな衣装で今回お届けしていきますが、まあそうですね、9月が終わり秋が近づいてきたということで、そんな秋ですけれども、まあ、個人的な話題としましては、先日ツイッターでアーティストデビューをしてから、まあ、発表してからかな、するって発表してから3年経ったよみたいな動画をね上げたと思うのですよ。それってありがとうございます、見てくださった方いらっしゃる、ありがとうございます。そうなんです、まあ9月23日だったかな、その日に、まあ、あれ実はミリオンのライブ終わった後撮ったんですけどくったくたな状態でなんかもう終わって、こうあとちょっとで出てくださいって言われて、みんな着替えましょうって着替えて、その間に上田さんは動画を撮ります、あーそうだった動画撮りましょうって言って、うわーって衣替えをたくさんしたライブの後、また衣替えして最後の一仕事っていう一日だったわけなんですけどね、なぜそこっていう感じ、まあ、そこが良かったんですよ、ちょうどねっていう風に撮った動画でしたけれども、まあそのいろいろ今動いてます、言っちゃいけないことがいっぱいあるらしく、なんか当初はもう本当に何も告知として言えないということだったので、原稿も真っ白に近かったんですけど、動画の方では、新しくまた今までにやってない、あれとこれをしようかな、みたいなことを言ったと思います。あれとこれをするために、気持ちとか取り組み方も新しい感じで今やってます。なので、リフレインの時とは、ちょっと違う風になったらいいなと思ってるんですが、でも結局リフレインの時のあのニュアンスがやっぱり私は乗ってしまうんだなみたいな結構何も言えないジレンマがありますけれども、そんな感じで今進行しております。どうなるかな、どんなものができるかなということで、まあ、続報をお楽しみにというところでございますが、そしてなんとこちらもこの番組も実は次回で3周年を迎えということで、ありがとうございます。皆さん最初から見てくださってる方はどれぐらいいらっしゃるんでしょうかね。
でも本当にね、最初からこうね追いかけてくださった方も、長かったって言ってくださってる方もいらっしゃいますね。ありがとうございます。そうなんです、最終年、3周年なんです。そう、来週はね、最終回かと思った。違います、違います、3周年を迎えるんですよ。きっと来週は、来週じゃないわ、次回はなんかまたすごいことが行われるのではないでしょうか。ちょっとざわついてますけど、大人たちが3周年だからね、なんかね、すごいことがね、いろいろある、やりましょうって言ってますね。聞きましたよ、みんなも見てますからね、すごいことが起こるんだろうな、これから考えますこれから考えてくれるそうです楽しみに待っていてください。さあ、ここでちょっと時間過ぎちゃったけど、今月の富山情報、富山県の能楽愛好家が10月22日に富山能楽堂で能楽を紹介するイベント、能楽講座富山能楽堂大体験、違うわ、大探検を開催するそうです。失礼しました。こちらは、ハードルが高くなりがちな能楽をもっと身近に感じてもらおうというイベントだそうなので、気になった方はぜひ参加してみてはいかがでしょうか、ということで。私もね、能楽見たことあるんですよ、一回だけ、小学校の時に。それこそ富山で遠足みたいな形で地獄谷に行ったんですけど、なんのこっちゃって感じですよ。地獄谷検索していただければ出てくるのかな。富山の地獄谷に行って、地獄谷を越えて、で、なんか山奥のちっちゃい施設で能をこう取り扱ってるみたいなところがあって、そこで実際にこうやってくださって、いろいろ小学生ながらすごいなーって思った記憶ありますね。普段のこう世界とはまた違う世界に飛び込んじゃった感じ、それこそ異世界に来たみたいな、すごい不思議な体験をさせていただいた記憶があるんですよね。なのでそんな大探検能楽をぜひ気になった方は、参加して見てみてください。ということで、この番組は生放送ということで、皆さんからの生のお便りもお待ちしております。番組メールマイルアドレスはすべて小文字で、アトリエアットマークセイグラドットコム、アトリエアットマークセイグラドットコムです。番組を見ての感想などをじゃんじゃん送ってきてください。また番組前半は誰でも見られる放送になっており、番組後半はチャンネル会員の方のみが見られる特別な放送になっておりますので、まだ会員でないという方はぜひ会員になっていただけたら嬉しいです。ということで、それでは始めていきましょう。アトリエレイナースタートでーす。改めまして、上田レイナです。ということで、まずはお便りから紹介していきましょう。アトリエネームひかりさんからいただきました。ありがとうございます。上様こんばんは。こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。ありがとうございます。ソロアーティストデビュー発表から丸3年の記念日である9月23日に、上田レイナ公式ツイッターからメッセージ動画が配信されましたね。来年2020年に何かしらの動きがあるということが分かっただけでもとても嬉しいです。自分はウイシャマのこだわり抜いて作り出される世界が好きなので、納得のいくものが出来上がり、詳細が発表される日を楽しみに待っています。ありがとうございます。先ほどもね、ちらっとお話しさせていただきましたが、まだ何も言えないという状態なのがすごくもどかしいので、早く皆様にお伝えできるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。続いて、アトリエネームまゆさんからいただきました。ありがとうございます。上島こんばんは。こんばんは。先日行われた日本の古典シリーズ朗読劇、源氏物語奥ゆかしき恋の果て、夜の部に参加させていただきました。上様は幼い子供から老いた女性まで幅広く演じる女性たちの役でしたね。怯える少女、恋焦がれる女性、はたまた幽霊まで一言一句に
魂がこもっていて、本当に涙を流していると思われる姿も見受けられました。私は前方端っこの席だったのですが、上様が反対側から演じながら歩いてくるとき、その威圧感にも似た迫力に鳥肌が止まりませんでした。あら、今回のこの劇が私にとって初めての朗読劇になり、本当に良かったと思えるイベントでした。ありがとうございます。そう、朗読劇と言いつつも動きがある朗読劇だったんですよね。なのでこう、私はその、紫式部が書いた物語の中って、やっぱり源氏物語のその光源氏を取り囲む女性たちがいっぱい出てくるんですけど、あの紫の上だったり桐壺だったり葵の上だったりとか、いろんな女性をやらせていただいて、でその女性が役が切り替わるたびに移動があったりとかして、なかなか難しい朗読劇だったんですけど、でもそのアクション一つ一つにちゃんと意味があって、ここでここに移動することで光源氏と見つめ合うことができるとか、ここからここに移動することで決別を意味しているとか、本当に細かく決められていて、でその上にこう音楽だったり、あとショーが、4章分かれてたんですけど、どれもテーマが分かれていて、でそのテーマごとに香りも実は違ってて、あのお香を焚いて回ってた黒子のお姉さんがいたんですけど、分かりましたかね。実はその方がその4章別々の香りを会場にファー、
かそういう五感もいろんなところから源氏物語を体験することができるっていう、そんな朗読劇だったので、私もねこうステージにいながら香りを感じながら、そしてねやっぱ共演者の皆さんのお芝居を感じながら、すごく影響をいろんなところで受けてお芝居することができたなっていう風に思った朗読劇でしたね。もうやっぱ10役ぐらいあったのですんごい大変でしたけど、やっぱこうなんだろう、一人の女の子に感情移入しちゃって、その子のセリフが終わった後ずっと真っ暗なのに涙が止まらなくて、でも3ページ後には私またセリフがある、別の子でセリフ喋んなきゃいけないから直さなきゃみたいな、そんな葛藤とも戦いながらやってたので貴重だったし、めちゃくちゃ楽しかったですね。またこういったあの大変だけどやりがいのある朗読劇やりたいなってすごく思います。来てくださってありがとうございました。ということでお便りは以上ですかね。皆さんお便りありがとうございました。次はコーナーをやっていきますよ。